テレ東ビズの新企画、日本辺境ビジネス図鑑。ここ徳島阿波踊り空港からスタートします。篠原忠と申します。ジャーナリスト編集者みたいな、そんな肩書きでやってますけど、要は物書きですよね。僕辺境ばっかり言ってますからね。辺境大好き。タイトルで日本辺境ビジネス図鑑とつけてますけども、これなんでじゃあ辺境なのかっていうと、これ個人的に20年ずっと経済記者をやっていて、感じてることで、結局その新しい取り組み、あるいはイノベーションと言ってもいいかもしれないですけども、そういうものってどちらかというとその中央の、中心よりもその外側、辺境、そういった端っこの方から生まれるよねっていうのが、ずっと感じながらやってきたところがあって、そういういろんなそのところの辺境ですよね。そういうのをこれから見ていきたいななんて思ってこうつけてるっていう、そんな話ですかね。はい、はい、じゃあ行きます。で、これから神山に向かいます。はい、向かったのは辺境の町神山。篠原さんは2014年に神山で働くさまざまな人たちを取材した本を出版。それから10年近く経った今、再び神山の取材を始めたのです。なんか全然知らんものがいっぱいできてるわけですよ。なんかまたさらにすごくなってるっていうね。なんかわけわかんないのがいっぱいできてんじゃん、何これみたいな話で。でしかも高専って何よと。こんなだって子供が減ってどうするとこうするって。ね、行ってるところになんで交戦できるのみたいな話じゃないですか。これ越えたら神山です。トンネルを、はい、その辺境は行ってみたらすごかった。徳島県苗西郡神山町、半世紀前に2万人いた町の人口は今5000人を割り込んでいます。徳島県の内陸にあり、面積は173平方キロメートルと大きな町ですが、その 86% は森林です。その神山町に入る道では、この看板がお出迎え。もう高専の看板あるやん。亀山丸ごと高専一期生。篠原さん、その神山丸ごと高専で人と会う約束をしています。4月に開校する神山丸ごと高専、全寮制で過疎の町に若い住民が一気に増えることになります。神山丸ごと高専の、広報を PR を担当している方と待ち合わせの予定なんですが、どうもすいません、お忙しいところありがとうございます。篠原です、よろしくお願いします。あ、どうもどうも、はじめまして、よろしくお願いします。これ今回のその神山丸ごと高専って、はいはい、簡単に言うとどういう学校なんですか？はい、コンセプトとしては、物を作る力でことを起こす人を育てるっていうところで、テクノロジーとデザインと起業家精神、3つを学ぶ高専
ですね。高専っていわゆる普通、はい、普通のその高校、はいはいはい、どこがどう違うんですか。結構いろんなところが違ってて、まあ、そもそも5年間の教育システムで、はい、私たちがそのいいなと思った高専の良さとしては、うんうん、まあ、高校3年間と、はい、まあ、普通大学4年間で7年間行くと思うんですけど、はい、高専は本当まさにそれを5年間に圧縮したようなカリキュラムになっていて、だから入試がない5年間を、あ、いいですね、はい、15歳から、まあ、20歳まで過ごせるっていうのがすごい魅力的だなっていうふうに思って、はい、高専、はい、あれ高専って日本で多い結構あるんですか。そうですね、58校 はい、ありまして、久々にできたってやつですよね。 そうですね、前回できたのが19年前の沖縄高専なので、うん、19年ぶりにできる19年ぶりにできる新しい高専、その名前には豊かな未来を作る力を丸ごと身につけてほしいという願いが込められています。神山町はこの自然豊かな場所にできるということで、この山の風景だったりこの川の流れだったり、そういう自然に溶け込むような建物として平屋の1階建てで、まあ、かなりこう見て分かる通りガラス張り で、 そうです、ね、はい、かなりオープンなあの空間があって、起業家を育てるこの学校に4月から1期生44人が通います。日本全国から399人が受験しました。北は北海道から南は沖縄までって感じですね、うん、そのどういう学生さんが多い、あるいはどういう学生を育成したいとか、なんかそういうのはどう、はいはい、結構共通して自分これ好きとかこれやりたいみたいなことを昔から持ってて、それをずっと追求してきたっていう子がすごいあの多いかなっていうふうに思ってて、まあ、そういうその好きとか得意とかこれやりたいみたいな、そういう欲望とか欲求みたいなものをあの大事にしていけるような、はい、育て方をしたいなと思います。うん、あ、そうですね、そうですね、竣工式土足、ここからが土足厳禁になるので、ちょっとすみませんが、じゃあ学生さんここから入ってきて、はい、そうですね、あの寮からぐるっと回ってきてここから入ってきてっていう感じです。ここはどういうスペースなんですか。ここは今ベータラボっていう風に あの呼ばれる、ありますね、ベータラボって、はい、ベータラボっていう風に呼ばれるところで、うん、あのまあ、オフィスここに実際家具が入っていくんですけど、本当にあのオフィスのオープンスペースみたいなイメージで、はい、あのここで自由にみんなで課題やったりプロジェクト取り組んだり、ちょっとそう議論したりとかっていうのが、まあ、オープンに自由に使えるようなあの場になってます。向こうはこっちが研究室になってまして、全部で10個個室があるんですけど、あの教員の方々がその研究用の備品だったり研究するような場所、もう先生の部屋もガラス張り、そうです、あの全部もうオープン、はい、見えるように、はい、その窓には小さな文字が、私立の神山まるごと高専を設立するために出資や寄付をしたパートナー企業の名前です。その資金集めなどで中心となったのが神山まるごと高専の理事長に就任した寺田親弘さん、名刺管理サービスで知られるサンサンの CEO です。でまたここすごいですね。そうですね、この行動、はい、大行動、大行動、はい、でして一応全校200人が入るように、ちょっとハーバードのね、ああいう連携行動みたいな、はいはいはい、すごい。なのでここにまさにこう起業家講師の方々とかが来ていただいて、あのウェンズデーナイト、そうです、ウェンズデーナイトとかは、はい、ここでやる予定でして、まあこういった感じでオープンな空間で、水曜日の夕方にはさまざまな起業家を講師として招き、ここで講義をしてもらうのです。あの星野リゾートの星野代表や、クラウドファンディングのサイトを運営する幕開けの共同創業者坊垣さんも登壇する予定です。ここは？ここは演習室になりますね。なのでこの棟自体がけん教室棟でして、右側が教室が並んでいて、左側に演習室、5年後にはもうここが埋まると、学生さんたちで埋まる、だから光景としても面白いですよね。15歳になったばっかの子からもう20歳になって、20ぐらいで、そうですね、うん、もう全部
そうですね、教室。教室でもう本当に見通しがいい、あの丸ごと光線ならず丸見え光線という風に、ね、開放的でいいですよね。なんか確かにイノベーティブなものが生まれそうな。もう想像を超えてってほしいなっていうか、うん、なるほど、この5年後どんなこう風景になってるのかっていうのが徐々に形作られていくのがすごい楽しみだなっていう感じ。テラス、食堂？食堂ですね。食堂とあとは理科室とか美術室とか一部 あの教室もそっちにあったりだとか。これでもやっぱ改めて見るとこっちの方が学校ですよね。確かにそうですね。まあ新しい学校を作るにあたって、うん、もうちょっとこうオープンなあの場所を作ったりしたいなっていうようなこともあって、うん、ここを寮にしました。図書館がボンボンと、はい、そうですね、この、 あの大きな構造はなるべくこう変えないような形で。こんにちは。なので、まあ、週に何回かはあの町にも開かれて町の人にも使っていただけるような場所になります。あ、これがそのデパート。そうですね、はい、増築した部分になってて、ここが、まあ、いわゆる食あの給食あのトレー持ってこう、それ持って並ぶような。釜屋が、はい、フードハブがやるんですよね。そうですね、フードハブさんに協力いただいて地産地食、日本一の地産地食の給食を目指しています。じゃフードハブの料理人がこっちに来て。あ、そうですね、はい、で 3食出すんですね。そうです、平日3食、はい。神山町で地産地食の食堂を運営するフードハブが給食を提供します。地元の食材を使うため町の農業に新たな需要が生まれるのです。休日は？休日はないんですよ。ないんですか？はい、ないので。自分らで作るの？自分らで、そう、生き抜かなきゃいけないんですよ。それ大変ですね。だからまあ自分で作る子もいれば、もしかしたら町民の皆さんにちょっとご馳走させてっていうふうに。なるほど。いう子も出てくるかもしれない。そういう仕掛けでもあるみたいな。そう、ここからが、寮室に、はい、なります。この奥が分かりやすいかな。そうですね、もともとはだから一つの教室だったわけですよね。そうですね、はい、あそこの壁からこちらの部屋の壁までが1教室で、はい、2人部屋が2つと1人部屋が2つ。これ個室1人部屋？これ2人部屋です。こっち側とこっち側に、この奥と手前で2人でシェアするような感じで、まあベッドと、これ壁このまま、このままです。はい、このままです。まあ、会議室がいくつかあって、はいはい、この床ね、はい、中学校ですよね。そうですね、よいしょ、はい、立て付けが悪いのもこれは昔のまま。そうですね、味ということで。これ職員室ですか、ここ？はい、もともと職員室だった場所で、本当数ヶ月前私が来た時はまだここに、学生数、生徒数とかが書いてあって、そのまま昔のまま、はい、残ってたりしましたね。まあ、1学年10人とかの感じで移転したんですか。そうですね。だ、神山にその子供がいっぱいいた時の中学校、うんうん、はい、サイズの中学校ですもん ね、 そうですね、これは。校庭もなんかね、もったいないですよね、こんだけ広くって。そうですね、景色はいいけど、すごくなんかその町民全体で全員で運動会やりたいっていうふうに言ってるので。それはいいかも、ね、はい、地区対抗戦みたいになったりして、ね、いいですね。なるほど。村山さん、いつ神山に？神山来たのは去年の8月ですね。で、それはもう高専の、広報の職員として、はいはい、高専の入職日に移住してきました。もともと広告代理店で働いていて、はい、そこで、まあ、イベントをよく作るようなお仕事をしている中で、まあ、たまたまの出会いで高専のクリエイティブディレクターの山川崎さんに出会って、あ、はいはい、うん、
高専の学生募集向け の, あのイベントを受注させていただいて、はい、まあ、最初はだからクライアントさんとして、はい、出会ったっていうのがあったんですけど、そこで、まあ、いろいろお仕事していく中でどうかっていうふうに言ってくれて、まあ、移住もセットなんだけどねっていうふうに言われて、あ、それを全然なんか、あ、移住もかっていう感じ。なるほど。広告代理店って電通？電通です。電通で、はい、イベントは例えばどんなことをやってたんですか？そうですね、イベント結構本当にいろんなのやってたんですけど、私がやったのは、あの国際博覧会、はいはい、万博を2020年ドバイ万博があったんですけど、そこの日本館のプロデュースの仕事だった。万博が終わると同時に、まあ、高専さんがお仕事をいただいて、お話いただいて、でもう8月には移住したって感じです。でもそのね、万博のお仕事って結構相当やりがいがあって、まあそうですね、面白いんじゃないんですか？でもそれでもこっちみたいな。そうですね、めちゃめちゃ面白かったんですけど、うん、なんか なんでだろうな、どういう家なんですか？どういうっていうか、ここはどういう、あの空き家だった場所をお借りして、今大家さんの近くに住んでるんですけど、お借りしていますっていう、そういうこと。いや、もう本当それを感じましたね。こんな感じのお家になってます。この机なんか元からこの状態？これはあのここはもう完全に何もなかったんですけど、これはあの神山町のモノストック、はモノストックモノストックっていう、あの空き家もいっぱい、まあ、すごい片付けてるじゃないですか、うんうん、その空き家で出たものでを町民限定で持って帰れるって。あ、そんなのあるんですか？ドネーション制で持って帰れる。へえ。村山さん、転職だけならまだしも、なぜ神山に移住しようと思ったのでしょうか？山川さんに会う前に、例えば高専とか神山のことは知ってたんですか？あ、そうですね、3年ぐらい、それもコロナがあって、まあ、その仕事がなくなって、うん、あの暇になった時に、あの一人旅に出ようと思って来たのがこの徳島の神山町と上勝町。この神山町に来た時に、まあ、多分そういうこの神山町ならでは の、まあ、その自然が豊かとか面白い人が出入りしてるとかっていうところが、なんだろう、予測不能な出会いとかつながりとかっていうのを作ってきたんじゃないかなっていうのを、本当に1日2日の滞在でそのかすかにそういうのがあったんじゃないかなっていうのをすごく感じたのが神山町との出会いでしたね。あ、先ほどあの歩いてる時に、ね、はい、電通で国際イベントをやってらっしゃるって話ありましたけど、まあ、ね、結構忙しい会社だから大変だったんじゃないですか？その一つのことに向き合うっていうこと自体が、なんかどうしてもその代理店っていう特性上できなかったっていうのが結構正直なところで、まあ、どうしても何案件もこう並行してやらなきゃいけないし、それでいて、なんだろう、やっぱりクライアントはクライアントだから最終的な判断だったり、うんうん、もちろん責任も含めて取るのはやっぱりクライアントさんの方だから、うんうん、なんかその分今まではなんかこうどんだけがむしゃらにやっても本気でやってないというか、めちゃめちゃこう偉そうなことをクライアントさんに言ってるにもかかわらず、自分はもしかしたらその逃げられる立場でもあるし、責任を負う立場でもないっていうのが、なんかこれって私こんだけ一生懸命仕事やってるのに、これって本気でやってるのかなって、そこに本気度ってないんじゃないかなみたいな、すごい感じたのが、そうですね、この数年で。やっぱ楽しそうに見えたんですか、プロジェクト？いや、本当そうですね、なんか楽しそうだったし、なんかみんな人生かけてやってる感じがもう熱すぎて、なんかそれでなんか自分の仕事って本当に本気出したかなっていうのを気づかされたっていうのは大きいですね。まあ、実際神山のところで来てみると、まあ、そこはもうなんかもう清々しいなっていう感じがあって、もう本当にここに来る学生のためだけに全てを考えて、うん、全てをアクションしてっていうのがつながってるので、うん、気持ちいい感じがすごいありますね。今のじゃあ生活、あと仕事はどうですか？もうめちゃめちゃ楽しいですね、普通に。いや、なんかこう、なんかなんて言うんだろうな、なんか今までの仕事ももちろんすごいためになるし、うん、楽しかったんではあるんですけど、なんかなんだろう、なんか本気で仕事をやることがなんか本気で生きることなんだなみたいなのがちょっと臭いですけど、すごい感じて、なんかその生き方と仕事がようやくこう、なんだろう、
同じ尺度で合致してきた感じがありますね。こう結構ね、亀山でいろんな人と会うと皆さんやっぱ楽しそうですよね。いや、そうですね。やってて直感的に、あ、これこれ自分のことだなっていう風に、自分ってこれ好きだよなって、やっぱ体がすごい正直に、うん、それを多分反応すると思うので、なんかそれに自分は従っていこうっていうのは、まあ、この亀山来て、あ、この直感を信じていいんだっていう感じはすごい得られましたね。嫌なものは嫌ない。あ、そうです。村山さんは亀山で生き方と働き方をブラッシュアップしています。7 OK